冷酷で残忍な罪を犯した殺人犯は周囲に溶け込み、今もどこかでじっと身を潜めているのかもしれません。まだ生きてるとしたら顔変えてるんですかね。1年も逃げ合わせてるんだからな。父ちゃん、あんたが3ヶ月も家出してる間にフラッと舞い込んできたの。田代くんと一緒に住みたいの。そんなに田代のこと好きか。どこに住んでんの。言いたくない。じゃあどっから来たの。おい、どうやってこの島に来たんですか。君は一人。素性が知れないって不気味よね。例の殺人犯に似てるんじゃないかって。まさか、お前、お前のこと疑ってんだぞ。疑ってんじゃなくて信じてんだろ。お前の味方になったらいつだってなるからな。いくら泣いたって怒ったって誰も分かってくれないでしょ。俺逃げたんです。警察に電話したって。